とアリアナの初の二人展になっています。展示のタイトルはガーデンオブエデンです。この動画では展示作品や展示空間の紹介などをしていきたいと思います。それでは最後までご覧ください。よろしくお願いします。旧約聖書に登場する楽園の名前です。今回は2人の初のコラボ展示ということで、新しい物語が始まっていくという意味を込めて、人類の物語の始まりでもあるエデンをテーマにしました。また彼女の母国であるベルギーのフランダース地方を旅し、歴史ある芸術や文化、宗教観に触れて、神や天使といった神々しい存在、そして神話というものに二人とも改めてインスピレーションを受けました。そんな実際に肌で感じた体験をもとに、二人の表現を合わせて作品を展開しています。準備をしていくにあたって、テーマに関して毎日対話をして二人でコンセプトを作ってきました。作品に込める思いはこの動画では語り尽くせないほどですが、ほんの少しでもどんな考えから作品を作っているかが伝わりましたら嬉しいです。今回は金のリンゴを新作として発表しています。こちらタイトルは知恵の実っていうタイトルをつけたんですが、イブがかじった表現を水晶の受容堂を使って表現しています。で、普段僕は人形を作っているんですけど、今回アリアナとコラボするにあたって、アリアナの作品の中に自然に溶け込んでいけるような自分の作品を作りたいと思って、このリンゴを制作しました。この作品はイブが一口かじって、そのすぐ直後に果実だった中の部分が結晶化していくっていうイメージでこの素材を選んでいます。またこの黄金のリンゴなんですけど、実際に金箔を貼ってそれを表現しています。このリンゴは撮影に使ったものはこの一番大きなリンゴなんですけど、実は複数いろんなサイズのリンゴを作っています。この水晶を使うアイディア自体は他の人形作品でも使っているんですが、いざこうやって果物の中に入れてみると、このキラキラ輝く結晶の部分がまるでこの果実のみずみずしさを表しているように見えたので、そこが作ってみて僕自身も発見であって、すごく気に入っています。イブコーナーです。この作品の中ではイブはもうすでにリンゴをかじってしまったという瞬間のシーンです。善と悪を理解するのは怖かっただけじゃなくて、いろんな感情を抱いたと思います。聖書に書かれているのはリンゴを食べて、その二人が初めて恥ずかしいという気持ちを覚えました。その恥ずかしいという気持ちは、実は初めて人類が何か発明するっていうことにもつながります。それは何かを作るっていう人間を描いた瞬間なのではないかと思います。自分の中では写真は編集仕上げもすごく心がけてます。この緑と青の組み合わせができることで、本当に昔の絵画のようなとっても鮮やかでもダークな雰囲気を出すことができました。本当に楽園のような色を意識して作りました。
ちらの天使像も今回の新作です。エデンの中に動植物がたくさんいるっていう記述があるんですが、僕は天使たちも同じように暮らしていたんじゃないかなっていうふうに思っていまして、イブとアダムが禁断の果実を食べた後は、神様によって強いケルビムっていう天使が送られるんですけど、それ以前はもっと穏やかで愛に満ちた天使たちがいっぱいいたんじゃないかなと考えています。で、そこでその穏やかで慈愛に満ちた天使のイメージとして、僕はこの楽園の天使っていうタイトルなんですけど、これを制作しました。制作するにあたってはベルギーの地で見てきた彫刻にかなり影響を受けていまして、ベルギーではマリア様信仰がすごく活発で、町の至る所にマリア像がいました。で、僕的にはそれがすごく新鮮に感じられて、造形もそうなんですが、すごく身近に信仰やマリア様っていう存在を感じたところがすごく印象的だったので、この天使のメインの造形はマリア様をかなり意識して作っています。そしてもう一つ注目してほしいのが、こちらの胸には天然石の水晶を使用している点です。この天使像に関しても、あふれる慈愛の心、それをエデンにいる動植物に分け与える、与えていくっていうところを表現したくて、この水晶を使用しています。この写真に写っているのはリンゴを食べてからのイブです。善と悪両方からできている姿に思います。実はこの手のパーツにタクラとのコラボが入ってます。この手は上の力、善と悪が引っ張り合ってる手です。この作品のタイトルはLament of Eden、 エデンの庭の下というタイトルをつけました。この作品にも拓郎のリンゴを実は投射させていただいています。自分の中ではアダムとイブのためにエデンがあったんじゃないかなという考えもあったので、アダムとイブがいなくなってからエデンがどうなったのでしょうかっていうのを想像してみると、やっぱり寂しい気持ちにもなったので、エデン庭自体を演じて、この人間の姿でリンゴを見ながら涙を流すエデンの庭をこの作品に描いています。それでは
ご視聴ありがとうございました。この YouTube チャンネルでは人形の作り方の解説や耳をすませばのバロン人形のように僕の活動に関する動画を投稿しています。ご興味ありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Thank you.